ち抜けば勝利となります。刮目せよ、艦長の打ち合い。まずは選手紹介。さあ、イタリアンシェフ、彼はいかがでしょうか。熱い火も扱うし、まあいろんな重い鍋も持つそうなんでね。ただちょっと彼照れてませんかね。ハニカミ屋の彼です。対するは、さあ寿司職人、さあ彼はいかがでしょうか。ちょうどいただいたんですけれども、はい、ものすごい美味しい握りだったんですよね。職人としては超一流。寿司職人 VS イタリアンシェフ、来ました飲食対決、和と洋の決着となるのか。選手入場。さあレフェリーが両者を呼び込みます。シェフでっけえな。いやー、素晴らしい体格ですね。和対洋との対決といったところ。なるほどね、これ楽しみだ。どうしてリンじゃねえか。お互いの職人技術が詰めているようですね。レフェリーが止めに入る。今鍋当たったんじゃない。大丈夫、成功。大丈夫でしょうか。寿司職人やけどしない、怪我はなかったもののね。バトル再開です。先行はイタリアンシェフ。さあ洋の気質を携えて構える、すごい体勢。イタリアンシェフの一撃。本日は寿司職人の勝利で終わりました。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。